はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さあ、今回もリクエストにお答えしていきます。さあ、今回はこいつですね。カルノラプトル。はい、カルノタウルスとラプトルの融合でできるやつですね。うん、こいつなんかはまあ、こいつもまあ、レアということで、まあ最初序盤にこう作りやすい、非常に作りやすい、恐竜ですね。はい、そしてかなりこれコースの場合は戦力も割とありますね。前回のなんだっけ、忘れてしまった、まあいいやとりあえず今回は、このカルノラプトルを作っていきたいと思います。結構かっこいいよね、カルノタウルスのこの角が生えてて。うん、はい、ということで餌やり。はい、ちなみに前回作った恐竜ね、アランガサウルスでしたね。アランガサウルス、はいはい。まあ結構餌も安いし、でこれハイブリッドなんで、まあ割と最初にね作れる感じですよね。うん、さあ、じゃあピアノ打ちということで、はい、カルノラプトル、まあこれと同じくしてそのスピノラプトルっていう風にもいるんですけども、そっちもリクエストに入っているんで、はい、まだ作っていきますね。これ結構かっこよくなりますね。一回進化でこんな感じか。いや、自分自身作ったことないんですよね、僕こいつね、うん、かっこいいな。普通にカルノタウルスの、こう、なんだろう。結構カルノタウルスの風貌が出しつつも、まあ、フォルムはラプトルという感じですよね。すげえな。しかし、口の中がなんか、グレーっぽい、灰色みたいな。舌の色してねえな。血の色がないぞっていう感じですね。はい。で、まあ、とりあえず行きましょうか。はい。これを、4ペアですね。はい。まあ、この辺はやっぱ一発成功とかしやすいですね。うん、普通のレアとかなんでね。はい、ということでさらに3ペア目。はい、うん、やっぱ結構成功するね。はい、カルノラプトル、まあ当時はね、なんか僕も結構こう作ろうかなと思ってたんだけど、すでになんかそのインドミナスレックスとかね、結構強いやつがいたんで、結局作らなかったんですよね。はい、ということで4ペアできましたね。こんな感じで、まあ結構かっこいいよね。現状でもやっぱカルノタウルスの遺伝子が入ってるということで、なんかかっこいいな、模様とか。口の中がすごいなんかちょっと変な色してっけどね。さあ、ということで、2回進化いってみますか。はい、ほう、まあ色味がちょっと強くなったかなという感じでございますね。さあどうだ。あー、さらにやっぱ色味が、おー、いいねいいね、普通にかっこいいね。カルノタウルスっぽい色みたいな。なんかカルノタウルスって割と茶色っぽい色が結構定着してるみたいでね。なんかこういう感じがいいですよね。いや、普通にかっこいいですね。はい。これちょっと餌をちょっと補充補充。さすがにちょっとハイブリッドっていうだけあって結構餌食うね。はい。ということで、こっちも2体目の2回進化ですね。はい。カルノラプトルなんかも確か、映画のジュラシックワールドで、カルノラプトルの、なんかその、なんか構造図みたいなのが、なんか映ってたみたいな話はありましたよね。カルノラプトルだったか、スピノラプトルだったか、ちょっと忘れたんですけど、ということで、3回目進化いきますか。3回進化でどうなるか。はい。おお、なんか色が一気に変わったね。なんか一気に変わったね。こ
これ結構化けるタイプ、もしかして。実は見たことないんですよね。3回進化のカロンラプトル。結構いかついね。こんないかつい色してんの。マジか。まあ、カルノタウルスの確か3回進化もなんかこんな色合いしてたね。なんか、それを持ってきたっていう感じかな。で、フォルムは、ラプトルそのままにっていう感じで。いや、まあ普通にかっこいいですね。はい。まあ一応レベル40までいきましょう。はい。ドン。はい。最大レベル出しました。ということで、体力は2498。で、アタックが約1000ということで、普通に、まあ、レアで頑張ってる人の中では全部使える要因ですね、こいつは。まあ、前回のアランガサウルスから、ワンステップ上がった感じかなという印象を受けますね。普通に強いだろうな、こいつ。このレア帯で頑張ってる人にはね。こいつ、普通におすすめだな。はい。これ、生態見ていきましょうか。はい。カルノラプトル、のカルノラプトルは親戚のカルノタウルスよりも小型だが、長さ約 7.6cm の角を生かした、強烈な頭突きを繰り出せると。ほう。長さ、まあ、約 8cm ぐらい。結構でかいんですね。角ね。そんなブスって言われたら終わりだな。体重が225kg。で、体長はグリズリーヘアほどの、このラプトルは非常に足が速い。グリスズ、めっちゃ言いにくいな、なんか。グリズリーベアか。グリズリーベア。ちょっとわかんないな。移動速度が時速56キロを超えるカルノラプトルは、獲物に突進して角で突き刺す。おお。まあ、カルノラプトルらしい。なんか、ラプトルらしいアタックですよね。アタック。本当に。こう、カルノタウルスだったら、ガブって噛みつく。角よりかはどっちかというと、多分噛みつく感じなんだけど、ラプトルだから突進で頭突きみたいな感じですよね、やっぱ。この角で頭突きされたらたまったもんじゃないな、本当に。はい。肉食の、略奪者を意味するカルノラプトルは最強の肉食恐竜。マジか。最強なの最強なのこいつ。長さ約 15cm の爪に匹敵するのはベロキラプトルだけだと。なるほど。こいつに匹敵する爪の長さはベロギーラプトルだけと。なるほどね。でも、突進で行くとこいつの方が強いってことだよね。この角でバコーってね。はい。ということで、まあこんな感じで、カルノラプトル今回ね、作ってきました。いやー、普通に思ってたよりか全然かっこいいっすね。やっぱカルノタウルスが、ベースになってるだけあって、かなりかっこいいと思います、個人的に。はい。結構ね、なんか背中とか、なんかこう、首から背中、尻尾の先までずーっとこう、棘が生えてる感じもね、結構いいですよね。で、個人的にはやっぱ色合いかな。やっぱこう、紫とか結構ね、かっこいいよね。なんか、普通にこう、中二っていうか、まあ、そういう感じもあるんだけど、普通に、いいね。前足とかも普通にすごい、やっぱ、育ってる。何？二の腕の下にもトゲがあるのこれ。はぁ、あ。おうおう。なでなで。おぉ。てか、何気にラプトル系はあんま作ったことはないんだよね。ベロキラプトル以外は。はい。という感じなんで、まあ、
次回ってか、次回かちょっとわかんないけど、スピノラプトルなんかも、作っていきたいと思います。スピノラプトルはジュラシックワールドエボリューションなんかにも出てますよね。はい。一個の、ダウンロードコンテンツのラスボス的なポジションにいましたね、やつは。はい、ということで、今回ね、この、カルノラプトルを作ってみたと。まあ、リクエストにお答えする形で作ってみたという感じでございました。では、この辺で終了したと思います。